ボートレース平和島開設63周年記念 G1 東京ベイカップ、明日のファイナル進出を目指す準優勝戦3つのカードがこれからあります。まずは1つ目第10レースからお楽しみください。対戦メンバー1号艇長田頼宗、2号艇山田哲也、3号艇吉川元弘、4号艇末永由楽、5号艇岡崎康弘、6号艇徳松秀樹以上の対戦です。インコースに構えました1号艇の長田頼宗、ここは人気の中心に押されています。前回大会に続いてのまずは優勝を目指していきます。2コースは2号艇の山田哲也と地元勢2人、山田は昨日は3日目から3連勝でのゴールを挙げて予選をクリアしました。ここは地元勢 1,2 コース、センター3コースには3号艇の吉川元弘、吉川は昨日は2着1着のゴールを挙げて勝負分けに成功しました。後方に3艇がボートを引いて4コースの角位置には5号艇の岡崎康弘、5コースが4号艇の末永由楽、末永は G1 初優出を目指します。サイアウト6コースに6号艇徳松秀樹でスタイルは3対3です。準優勝戦第10レース、進入地から1番2番3番5番4番6番です。スタートしました。センター3コースは3号艇吉川が好スタート、インコースからは1号艇長田、さあ1周1マークですが、インコース1号艇の長田が1マークを先制、1番長田が逃げたいせいか、しかし内側から3号艇吉川入ってきました。バックスレッジへ入って3号艇の吉川が抜け出しました。リードは2艇身から3艇身でスリット裏、2番手は1号艇長田が追走、その懐から6号艇徳増が接近、スタートは前艇正常、1周2マークは3号艇の吉川が先行ターン、2番手は6号艇の徳増が運んでいきますが、これを指して1号艇の長田が2番手3番1番の体型で直線コース、前3号艇の吉川のリードは4艇身から5艇身と広がりました。2番手は1号艇長田が追走、後ろ3艇身後方に6号艇徳増が3番手につけて、目下上位体系は3番1番6番で2周目大スターマークを旋回、バック側へと立ち上がっていきます。3番手後方ですが定間僅差で内側から5号艇の岡崎、外からは2号艇山田が6番の徳増をさあここは追っていく体勢、レースは2周目にマーク、3番手はにわかに激戦となりました。レースは2周にマークへと移っていきます。3号艇吉川が先頭、1号艇の長田が2番手3番手ですが、外から2号艇の山田、内から5号艇の岡崎、6号艇の徳増は遅れを取りまして、現在は3番手2号艇の山田がわずかに優勢で最終周回へと移っていきます。先頭から現在は3番1番2番の隊形、すぐ後ろから5号艇の岡崎が追っていきます。最後の最終周回の1マーク、3番手内側から5号艇岡崎来ましたが、これはかわしました。2号艇の山田が3番手をリード、上位体制は3番1番2番で残り半周へと向かっていきます。この間に先頭は大きなリードになりました。3号艇の吉川元弘、2番手は1号艇の長田頼宗、3番1番と最終コーナーを旋回していきます。そして3番手は2号艇の山田が守って、体勢は312、最後の直線コースから準優勝戦1つ目第10レースはゴールインです。先頭3番吉川ゴールイン、2着1番の長田ゴールイン、3着は2番の山田、後ろは6番4番5番ゴールインです。